戦いやってるな。か、姿消したかがり相手にビビる様子全くないってのも。それに関しては、わしも同感や。敵が見えていってのは、ほんまに怖いものや。近くで捉えてようやく退治できぬ。見えてる間に気づいたら死んどる。なんてことは野生動物でよくあること。かがり相手やとそれが起こってまう。なのにビビが都合に一緒って。敵がの土俵感でもないもん。だが、死ねると思ったところで軍勢を取ってみせなかった。化け物だな、マジで。あと、自分の言う通りならかってくれてるやつがいいな。ああ、さっき言ってたやつか。あいつゼロ、みんなと言うて。最初と偉いほどに必要ったが、第3回しから異様に動きたい。この試合の中で、かなりの成長を見せとるな。どうなるかな、あいつ。舐めてかかれないかもね、別がでも。先輩がデモテアマスくらいにな。事実、俺もそうだ。敵が、鏡の動き含めてだが、まだ動けるか。やるしかないんだろ、やるよ。人生の動きを削るわ。あっかは目を使えるだけ頼む。どれだけ相手に無理させればいいんだ。相手がこんなにでかいと、手を合わせてるものもでかい。今俺、一緒にバスケできてるのか。嫌い考えか、今じゃねえ。行こうとしたところに来るな、さらにやるか。まだお前の動きは読めるからな。読めるほど強くなったか、俺が弱くなったか。どっちだろうな。なんだそれ。周りが成長していくから置いてかれた気分。よっこらショット。あれ、アスカと入れ替わりか。ちゃんといたぞ近くに。何回ボール取るんだよ本当に。試合終わるまで。マジでクソ早い。どうなってんだあれ。走っても追いつけないんだが、もう第3クォーターからだいぶ経つよ。なんであんな体力残っててあんなに早いんだ。そろそろ遅くなってもいい頃だろ。倒立バンド聞こえたけど、俺も不思議だよ。なんでこんなに集中できて、こんなに動けるのかわかんねえわ。やっぱりすごいな、哲学にって。そこなしの体力に集中力。まともに追いつけない自分だな。お前も人のこと言えねえぜ。先輩らやったお二人で止めれてんじゃねえか。何がお前を変えてるのか知らないがな。で、悪いがどいてくれ。勝たなきゃいけねえんだ。そんなの運って言えるわけないでしょ。1、よし、と、1、何か。なんか早くなってねえかこれ。え、運勢マジで。見たがってる。これは見守りパターンかな。こいつ、なんか違う。やるたびになんか違う。上司戦はダメだなこりゃ。トップスピードで抜くか。止める。止めるから止める。やっぱり。あい。なんだ。へ、世界が変わった。これ、ゲームで最高潮になってる時にすごく似てる。もしかしてこれ。ボール取られた？え、嘘だろ。列がまで止めるのか？あれれ、あいつ止めやがった。あらまあ。僕そこまでも止めてなかったんだけど。え、消えた、今。いや、わからん。何をした？なんかすごく一分。ボールで動けそうだし、列が君の動きも一瞬止まって見えたし。おごりでも、傲慢でもなんでもいいや。全部僕が止めよう。想像のすべて。僕が、あの野郎。何か一気にオーラ爆発してやがんぜ。これは、何日よ。ふぅ、もう時間がやばい。財産の残り、全部俺に残してください。今のあいつガチでやらないとダメだ。わ、わかった。もう一度、止める。何がお前をそうしたいか知らんか。勝負だし、容赦はできん。そりゃごもったので。嘘でしょ。あの列が鬼でも確実に止めている。
今の役場のりあいつが追い出すのか。くっ、危ういてんじゃねえな。すぐ戻らねえと。あた、こいつ動きが大事だ。意味上がった。正解マックスで1しかねえな。1、2、3、4、バッチリ。なんだこいつの動き、今までの誰とも違う。いじってるのか俺らの動きを。FPS ならこれで最中に攻撃取る。攻撃はやらせねえよ。1、いや無理だ。ここで、いや、ヤニクモだ。誰か、あれに対応できないか。見ていてね、最高だよ。く、このポンコツの体、最後まで動けっていた。死ねてほしくないんだが。マジか、あそこから。だったら空中で勝負するかい。する気ねえだろ。お前らには鏡がいる。空中戦はあいつの方が上だからな。あらら、目の前だけじゃなく僕もここまで不安に感じてるわ。だけどこれで風を頼るようじゃ、なんか勝てないだよな。これ決めて、全員死にやしつけようや。やらせる勝手だよ。こいつ相手は俺でも神経使うし疲れるわ。え、なんか体が重。いってぇ。こらてめえ着地ぐらい。え、おい、レスが。おい、お前らあれ？くそ、行くぞ。お、おい、ナナミレスが。サク、どうしたの？こいつがピクリとも動かねえんだよ。レスが、え、シノノメくんなんて。わかる？わかんねえ。俺に倒れかかってそのままマジで応答がねえんだ。なあ、レツガの顔？あ、真っ青だ。汗も油汗だ。レツガ、あ、レツガ、頭ぶつけただけでこんなにならねえ。レツガ、お前何があった？どうしてくれ、今行かなあかんのや。よ、行くぞ。海式レツガ、もう無理だろ。これ以上はマジで死ぬって。どういうことだよ。どうして、みんなどいて。え、エイリン先生、なんて。もうダメね、ここまで行けてたのが奇跡よ。医療班の方、担架と救急車の手配を。ちょ、なんでこんな。会場の皆さんに通達です。緊急事態により、試合を一時中止とします。第4クォーターについては、追って通達します。ヒイラギ監督、私はすぐに行きますが、みんなはここに残すようにしてください。彼の意志を無駄にしないでください。ちょ、先生意志って。え、高麗高校と創業の皆さん。え、ちなみにグレン君、今起きたこと、そしてレツガのこと、説明しないといけない。僕から説明しないといけないのはマジで心苦しいんですがね。皆さんはずっと奇跡に立ち会ってたんです。ナナミレツガが起こしていた奇跡に。どういうこと？ナナミレツガ君は脳腫瘍で本来なら試合に出れない体だったでしょ。は？脳腫瘍？何言って？脳腫瘍つか、知ってて試合してたのか。僕が知ったのはさっきトイレ行った時だよ、偶然。アンジ、おったんか。全部教えてよ。レツガに、私の大好きな人に何があったのよ。残酷な現実だよ。神様に見捨てられたであろう。最強のチャレンジャーの最後だ。